ゴミ温泉は、北海道上川郡下川町半径にある温泉である。温泉分析書別表より、有利に酸化炭素を含み、引用も可能である。中高能は万人に対してその効果を約束するものではない。右翼が温泉浴槽、左は浸透浴槽山あいに一軒宿のゴミ温泉があり、他に宿泊施設や商店等はない。日帰り入浴も、 旅館を利用する。宿の温泉設備は、各団所別に内風呂3つ、露天風呂、サウナなどを有している。内風呂の一つが温泉浴槽で、あとは水道水の沸かし湯を利用している。源泉温度が低いため、木質系バイオマスボイラーにより浴揚加温を行っている。下川駅庭前で飲食店を営んでいたゴミカンブローが、1905年に名寄川支流の ビバウシ内上流で狩猟中に霊光線を発見し、1910年頃に浴場を建設し、営業を開始した。温泉名は発見者に由来する。同市による営業は1928年までは確認できるが、交通が不便であることから、その後一時閉鎖された。1946年より長男が営業を再開したが、ほどなく再度休止している。 1951年頃に下川鉱山の保養施設として再開されたが、これも1965年3月には閉鎖となった。その後、町が再開発を行い、1974年12月15日に住民保養センターを新築開業し、翌年より下川市街から温泉へ行く町営バス路線が開設された。以来、 林業従事者休養施設の併設などにより施設の充実を図り、校舎の管理に移して現在に至る。ありがとうございます。